博覧会国際事務局は国際博覧会の開催について責任を持つ国際組織、国際博覧会事務局とも1928年に締結された国際博覧会条約に基づき同年設立された。フランスのパリに本部を置く博覧会国際事務局によって承認された博覧会のみが国際法上、 国際博覧会を名乗ることができる。ただし、美爾非公認の博覧会でも、例外的に国際博覧会と呼ばれることがある。このほか美爾条約成立以前から開催されていた一部の博覧会は、国際博覧会を名乗ることが、美爾条約で認められている。美爾条約加盟国が国際博覧会を開くときには、政府が美爾に申請を行い、美爾総会で承認されると、 国際博覧会として開催することができる。条約上は、ビエ条約非加盟国も申請は可能だが、その場合、申請と同時に、ビエに加盟することが多い。国際博覧会は一つ以上のテーマを持つこととされている。国際博覧会は規模などで大別して、登録博覧会と認定博覧会の2種類に分けられる。博覧会国際事務局のウェブサイトでは、 国際博覧会条約に規定する博覧会について次のように説明がされている。現行の登録博覧会と認定博覧会の区分は1996年発行の新条約によるものである。その前は1972年条約が適用されており、一般博、特別博、または国際博の2種類に分けられていた。ただし、 歴史的に別の区分が行われた時代もあった。1933年から1976年までは次の2種類の国際博覧会があった。一般博と特別博との最大の違いは、そのテーマが博覧会国際事務局が定めた人類の諸活動の2分野以上にわたるか1分野のみであるかという点であった。一般博と異なり、 特別博と次の特別博の間には期間に関する政権がなかった。しかし、特別博の一部で、いくつかの国は、各国自身のパビリオンを建造した。1962年シアトル21世紀博は、1937年パリ博や1939年ニューヨーク博と同じ、第2種一般博覧会で、これらでは、各参加国は、 パビリオンの建設が許されていなかった。1972年、国際博覧会条約が改定され、国際博覧会の区分も若干変更された。この時代の国際博覧会は、大きくは、一般博と特別博もしくは、国際博の2種類に分けられる面では同じではあったが、一般博の1種と2種の区分が廃止された。この分類は1975年、 沖縄国際海洋博覧会の次の博覧会から2005年愛知万博の新生児まで使われた。この時代の一般博は1992年セビリア博と2000年ハノーバー博がある。この時代の一般博では各国はそれぞれパビリオンを建設することができた。また建造物は発展途上国に対して開放されていた。一般博ではテーマは より広く大きいものだった。特別博では博覧会自身がパビリオンを建設した。1988年、再び国際博覧会条約が改定され、新しい分類が採用された。それは大規模で総合的な登録博覧会と会期と規模、テーマに制限がつく認定博覧会の2つである。 登録博は新条約が発行していれば1995年から実施可能であったが、1996年の2005年、愛知万博の申請時までは新条約が発行できておらず、1972年条約が有効だった。そのため、愛知万博は2005年開催として申請するため、旧条約による特別博に区分で申請され、後に新条約の 登録博に変更された。登録博は、新条約発行後は5年間隔で開催されることになっており、愛知万博の次は2010年上海万博であり、新条約のみでの登録博は、上海万博が最初となる。会場建設費用の負担に関しては、BA は2020年、2030年など、西暦年数が10で割り切れる年の登録博では、 博覧会自身がパビリオンを建設しなければならない。そして、間、ま、の5年には、博覧会のパビリオンの他3カ国がパビリオンを持つ、ことを願うと表明している。この5年後期に開催されるの登録博の間に1回のみ、認定博を行うことができる。これには、開催期間が3ヶ月以下、会場面積は25ヘクタール以下、テーマは特定という制限がつく。 最初の認定博は2004年に開催予定であったが、実際には開催されなかった。1992年ジェノバ博と1993年、大田博は認定博の試行を兼ねて行われた。最初の認定博として2008年にサラゴセ国際博覧会が実施された。大日本帝国は1912年の国際博覧会に関する条約に調印したものの、 同条約は第一次世界大戦に伴い批准に至らず、その後国際博覧会1928年条約にも調印した。その後日本国は1948年の条約改正会議に列席したものの、積極的姿勢を見せなかったことから批准に至らず、1964年12月に1970年万国博覧会誘致に向けて、 国際博覧会条約1928年条約を批准した上で条約に加盟し、翌年2月8日に博覧会国際事務局の一員となった。ただし、ビエのサイトでは、日本の加盟日は1928年11月22日となっている。1968年には、日本万国博覧会準備の一環として、万国博覧会統一シンボルマークの制定が、 提案され、万国博の理念である人間の友愛と進歩を象徴するにふさわしいデザインを課題として1969年に公募を行い世界17カ国の応募の中から、日本から出品された当時東京教育大学の学生だった松島正則による平和、友愛、人類の交換を意味する円形に限りない進歩を目指す未来への会談。 工場を示す矢印を模した応戦を合わせ、空、海、世界、宇宙を表す青色と、神聖、平和、正義を表す白の配色のデザインが、同年11月14日の第66回美へ総会での投票で採択された。なお、これまでに日本で開催された国際博覧会は、国際博覧会の項目を参照のこと。ありがとうございます。